明日の食パン、ムードコム、はい、大丈夫です。はい、どうぞ、はい、やってください。はい、これですけども、なんかいい食パン、なんかいっぱい入ってるけど、あ、無添加なんだ。堂島店、堂島店ってあれちゃうんですか、堂島ロールとかあんなやつ。あ、あそこのことかな。じゃないのか、わかんないですけど、堂島って言ったらなんかそのイメージがある。あ、堂島ロール有名やね。はい、うん、なんか、これそんなの入ってるのか、無添加。どう、おー、あ、丸い、丸じゃない、丸じゃない、このまま四角や。うん、あ、どう、うん、しっかりしてる、なんか重たい、重たいっていうか重いの、重たい、なんか、なんかもっとパンって軽いイメージやけど、なんかちょっとずっしりするというか、とりあえずほらど真ん中、パン切り包丁じゃないから綺麗に切りやんけど、あ、でもこの中なんかオイラからしたらでも見た目が分かんない、なんとなくでもうまそうだね。うん、うん、匂いはね、うん、全然違う。違う、はい、普通 の、 あの家とかにある食パンと、うん、ちょっと何枚かに、なんかパン切り包丁じゃないから違うね、やっぱり違う、違う、違う、うん、これ普通のなんかパン切り包丁もっとなんかノコギリみたいな、あ、なってるなってる、うん、うん、まあでもこれあのなんかいろいろ方法あるみたいですよ。あの長いやつで僕やるときはもうこうやってわざと大きく動かしてやったら潰れにくいんで、へえ、あ、でも、あ、細かい細かい細かい、中触った感じが全然違う。あ、違うの、触った感じ全然違う、めっちゃバターの匂いする。へえ、これはちょっと無理やり、うん、はい、はい、ちょっとこんな感じですね。どうじ、え、どう、どうじま、ムー子供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 、うーん、明日の食パンって書いてあるな、うん、美味しそう、じゃあいただきましょう。いただきましょう、ありがとうございます。どうじま